はい、どうも、石橋とみくです。はい、じゃあさ、本日紹介するのはこちら。じゃーん、よいしょっと、新しいシリーズになりますね。リミテッド LPM っていうシリーズの、シンカリオンに出てくるミクちゃんですね。はい、プライズになって出てきてくれました。プライズでアニメの、特にあの子供向けのアニメだよね、のフィギュアが出るってちょっと珍しいな気がしますね。はい、まあとりあえずミクちゃん関連ということで今回手に入れてきました。本日こっちの方はレビューしたいと思います。はーい、わしあとミクチャンネル。はい、では早速ね、見ていきましょう。まず正面こちらですね。フィギュアになった、ミクちゃんが、かっこよくポージングつけてるような感じになってますね。進化ギアつけてますね。はい。もう一つの正面はこんな感じ。後ろ姿ですね。はい。で、後ろ面がこんな感じ。組み立て説明図。まあ、いつも通りですね。進化ギアも取り外し式みたいになってるね。はい。でこちらが横から見た姿って感じになってますね。上の面と、下の面になります。はい、シンカリオンのフィギュアではないんだよね。はい、では早速開けてね、中身の方見ていきましょうか。はい、でですね、開けましたんで早速中身の方見ていきましょう。ちらっと見てみるとこんな感じに入ってますね。はい。ちょっとね、珍しい形でまた入ってるよね。よいしょ。はい、台座が入ってて、で進化ギアの持ち手の部分ですね、はい、があるような感じになってます。はい、でこちらがミクちゃん本体ですね。ミクちゃん本体とツインテが入ってるような感じになってます。組み立て式ですね。はい、今回はまた特にブリスターとかついてないような感じになってますね。はい、じゃあ早速、よいしょ、ミクちゃん組み立てて、細かいところ見ていきましょうか。よいしょ。はい、でですね、組み立てましたんで早速細かいところ見ていきましょう。まずはこちら台座ですね。台座はまあいつも通りすごいシンプルな白い台座っていう感じですね。何の変哲もないただの台座ですね。穴が開いてますね。はい。足刺すようなやつですね。うん、でこちらが今回ミクちゃんのツインテを支えるための、クリアパーツになります。これがついてくるっていうのはなんか面白いよね。うん、LPM でしたっけ。SPM じゃないんですよね。はい、まあ、いいや、とりあえずここ置いておいて。じゃん。はい、でこちらミクちゃん本体になります。早速ね、細かいところ見ていきましょう。顔を見てみるとなんかすごい、なんでしょうね、カメラ越しで見てみるとそうでもないんですけど、なんだろうな、すごい平べったいって言えばいいのかな。って感じなんですよね。うん、まあプライズ系のフィギュアなんでしょうがないかなとは思うんですけど、ちょっとフォローができない、なんて言えばいいんだろうな、造形って言えばいいのかな。になってますよね。はい、ちょっと出来がいまいちな感じは否めないな。はい、ツインテとかの造形に関しては、まあ髪の毛一本一本を意識したような感じには一応なってはいますね。うん、でミクちゃんのこのツインテについてるこの謎の、なんだろう、パーツの部分ですよね。このパーツの部分とかも白でというよりかは別のパーツをつけたって感じになってるのかな。うん。はい。で、パープルの部分とかは塗装でできているのところと、成型色でできているところに分かれてますね。塗装に関してはすごいよくできてるんじゃないかなっていう感じがしますよね。はい。で、髪飾りのところとかの紫の部分、これは造形になるんですけども、まあ、ここも、まあ、別に問題はないかなっていう感じですね。髪の毛に関しては、ちょっと、カラーを薄くしたような感じと濃くしたような感じで一応分かれてるようにはなってるみたいですね。ちょっと白いところがあるのが伺えるかなと思います。はい、ただちょっと出来がいまいちな感じがすごいな。台東さんのフィギュアとか最近よく見てたからかな。はい、進化ギアに関してはすごい造形とか塗装に関してはすごいバッチリよくできてて、この辺、これに関しては申し分ないかなっていう感じですね。プライズにしてはすごい頑張ってるなっていう感じがします。はい、服装の方見ていきましょう。ネクタイっぽい部分、ここの部分は造形でできていて、ちょっと、そうですね、躍動感があるような感じになっています。ミクちゃんの衣装に関しましても塗装はすごい綺麗にできてて、この辺に関しては特に問題はないかなと思います。で、腰につけてるこの紫色のやつ、この金色の部分の塗装もよくできてて、まあちょっとくっついてるなって感じのところになってますね。はい、でちょっとスカートを意識したような感じになってて、で足の部分ですね、ニーソっぽいものを履いてるんですけども、これミクちゃん意識したような感じになって、すごいいいですよね。緑のラインが綺麗にできてます。
靴とかの造形に関してもまあそんなに問題ないかなって感じですね。服のシワ感、まあ服のシワ感今回この辺ぐらいなんですけども、靴の部分ですよね、ブーツって言えばいいかな、の部分のシワ感なんかもよくできてるんじゃないかなと思います。はい、なんかこう衣装に関してはよくできてるんですね。後ろを見てみて、後ろのスーツの部分もあれですねちゃんとシワ感ができてますね。はい、なんですけど、なんかこういまいちな部分が否めないなって感じがしますね。粘土炉と見比べてみると、粘土炉の方はちょっと明るい紫色だったんだね。なるほどなるほど、はい、っていう感じになってます。なんで言えばいいんだろうな、なんか何年か前のプライズっていう感じが否めないんだよね。今回セガさんが作ってるんで SPM とかとね同等なあれかなと思うんですけども、ちょっと初の何でしょう、スケールフィギュアにしてはちょっと微妙だなっていうのが正直な感想かなって感じがします。はい、大きさは SPM と同じぐらいになってて、髪の毛の大きさも相まってすごい重いんですよね。なんで飾るときはちょっと注意が必要かもしれない。高いところに置いちゃうと後ですごいことになっちゃうかもしれないんで、地震とかあったときにね、ちょっとその辺が意識しないといけない部分があって感じがします。写真のやつと比べてみると顔の出来がちょっといまいちなんだよねって感じです。まあアニメの顔の中ちょっとねプライズで再現するのは難しかったかもしれないですね。はい、じゃあ早速題材にさせて完成させていきましょうか。じゃじゃん、はい、完成しました。初音ミクですね。今回はシンカリオンバージョンになります。はい、シンカリオンのミクちゃん、すごい可愛らしくていいなとは思ってたんですけども、やっぱなんでしょう、フィギュアにするとどうしても難しいところっていうのがあるのかなっていうのが正直な感想ですね。こうしてこうぐるぐる回してみてね、違和感なく飾れるかなとは思うんですけども、なんか個人的にはいまいち感がすごい舐めない子ですね。はい、で今回は、髪の毛を支えるパーツがついてきてるんですけども、本来だったらここの辺に刺すやつなんですけどね、台座の関係でちょっと下に回転台座つけてますのでちょっと飾れなかったので今回ちょっと省いてます。はい、こちらだけね、何でしょう、台座の外だよねで飾るっていうのはちょっと珍しいけどね設置するっていうのは珍しい感じがしますけどね。はい、っていう感じのフィギュアになってます。大きさはすごい大きいんで、あと幅だよね、ツインテの関係もあってちょっと幅もありますので、飾りにはちょっとスペース取る子だなって感じがするんですけども、まあよく見るとね脇の部分の造形とかもよくできてるし、ちょっとねよくできてるところは本当によくできてるんですけども、なんて言えばいいんだろう、なんかすごい違和感を感じるんですよね。多分頭がでかいっていうのもあると思うんですけども、まあ、設定の年齢が、通常のミクちゃんより幼めなんで、その辺も配慮してっていうところはあるとは思うんですけどね。ちょっと難しい子だなって感じですね。いやしかしプライズが出たんだったらスケールフィギュアもねちゃんとしたやつで出してほしいなって感じがしますね。というわけでくすまさんにもお願いしたいですね。はい、粘土出してるんであればフィグマはちょっと難しいかな。フィグマは難しいにしてもマックスファクトリーさんってそういうところあんまり出さない感じもあるからね。なんでそうですね、グッスマさんでちょっとスケールフィギュア出してほしいなっていう感じは否めなくはないかなっていう感じがしますね。はい、シンカリオンのプラモデルもグッスマさんが出してますからね。でシンカリオンの人気投票でもこのミクちゃんが1位になったんでなんでねフィギュアはちょっと出してもいいんじゃないかなって感じがしますね。はい、というわけで待ちに待ったプライズのフィギュアにはなったんですけども、個人的にはちょっといまいちだなっていうのがありますね。なんでグスマさんあたりでちゃんとしたスケールフィギュアちょっと出してほしいかなっていうところはあるかな。でグスマさんの作ったあのプラモデルと一緒にこう飾ってあげたいよね。はい、まだ出たばっかりの子なんで、まあ、あのゲーセン行けば多分手に入るとは思いますので、感染症にはちょっと注意していただいて、取りに行ってもしいたら迎えてあげるともいいかもしれませんね。はい、
はい、というわけで、LPM、初音ミクパイロットスーツバージョンですねの紹介でした。パイロットスーツってわざわざ書いてるってことは私服とかも出るのかなっていう感じはしますよね。まあそれはそれでちょっと面白そうだな感じがしますけどね。はい、ぜひともちょっと出してほしいなって感じがしますが、はい、全体的な出来、まあ、個人的にはいまいちかなっていうのはあったんですけども、造形頑張ってるとこはすごい頑張ってますし、塗装に関しては特に文句はなかったんで、わりかし、よくできてるフィギュアなのかなとは思いました。はい、シンカリオのミクちゃん集めてる方っていうのはまあ多分いるとは思うんですけども、もし集めてるんであれば、このフィギュアちょっとおすすめでございますね。はい先ほども言ったんですけど、スケールフィギュアでちょっと出してほしいなっていう子ではありますよね。ここまで人気だったら出してもいいんじゃないかなって感じがしますけども、はい、でシンカリオンもまだまだ終わんないんですよね、あれねとりあえずなんか終わったっぽいんだけども、続編があるっぽいんで、ちょっとそちらの方もまたミクちゃんがね出てくるようであれば楽しみにしたいですよね。はい、またもしミク、こっちのミクちゃんですね、シンカリオのミクちゃんの方がまたなんか出るようであればまたレビューしてみたいなと思います。はい、というわけで、LPM 初音ミクパイロットスーツバージョンの紹介でした。紹介してほしいとミクでした。はい、またねー。またねー。ミクとミンとバシーからお願いでーす。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。Twitter、Instagram もやってますのでフォローお待ちしております。それではバシーやとミクとチャンネルをお願いします。